私たちは農業活性化アイドルりんご娘です。ありがとうございます。ではまずはじめに私たちりんご娘の自己紹介をしたいと思います。はい、まずは私新しい自己紹介考えてきたんですよ。そう、4月からね、新しい自己紹介にしようって。はい、はい、いきます。はい、羽根のち元気時々やっちゃりんご娘の時です。身長初期173センチ、弘前市出身の高校1年生15歳です。よろしくお願いします。続いては私、七転び八起、無傷の黄色いだるま王林です。身長初期170センチ、弘前市出身の高校1年生16歳です。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ今年もね、またこうやって桜祭りに呼んでいただきまして、本当にありがとうございます。さあ皆さん、桜祭り楽しんでますか？イエイ、イエイ、楽しんでますか？いいですね。いいね。皆さんも楽しんでるように私たちも楽しみましたよ、この前ね。ね、一緒に行ったんです。そうなんですよ。で去年ね、お化け屋敷に入ったんですけど、もう一生入りたくないって私は思ったんですけど、今年もまた入っちゃったんですよ。そう、はい、入らされた、強制的に。違いますよ。違う、でもボート乗りたかったんですよ。そうなんです。でボートに行ったらすっごい行列で、うん、はい、でこれはダメだから、じゃあお化け屋敷に入ろうって言って入ったのね。でもそれ約束だったんですよ。本当にありえなくて30分くらいかかりました。もうそれくらい、もう来年はもういいやっていう感じです。もう入んない？もう大丈夫です。もう本当に大丈夫です。で、なんか花見っていうちゃんとした花見を今年初めてしたなと思って、はい、ね、シートに座ってね、そう、カニ食べたんですよ。美味しかった。美味しかった。そうなんです。そういうね、楽しい思い出もたくさんありましたけど、まあ私たちりんご娘、はい、昨年の4月にこうやって2人になって、うん、ここでまたステージやるの1年なんです。そう、ん、ちょうど1年、ちょうど1年なんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。もう去年まですっごい緊張してて、はい、足とか手とかガクガクでしたよ、本当に。もうあの時は、うん、でも今もねちょっと緊張してるんですけど、はい、まあ、この1年で私たち成長したと思います。多分思います。ありがとうございます。なのでね、またこうやって成長した私たちをここでまた見てほしいなと思って、はい、去年も歌った春の曲を続いて歌いたいと思います。りんご娘の春の曲。